東京シティ競馬トゥインクルレースメインレースを迎えました。第11競走重賞デイリー杯第68回大井記念 S1 4歳以上オープン 2000m 今年の出走馬14頭豪華メンバーの対戦となりました。馬場状態の発表をも人気は4番のライトウォーリア支持を集めました。2000メートルスタート地点枠入り進んでいます。14番エルリクラージュすでにゲートに入っています。最後は13番のアナザートゥルースゲートに入ります。枠入り完了スタートしました。飛び出しほぼ揃いました。外8枠2頭いいスタートを切りましたがその中から13番アナザートゥルース内にコースを取っていきますが先行体制は5番のカジノフォンテン。カジノフォンテン先頭に立ちました。2番手13番アナザートゥルース間を狙う4番のライトウォーリアですがこれは控えました。3番手外から11番ダノンファラオが上がっていきます。その後ろに1番セイカメテオポリス9番ランリョウ外目は14番のエルリクラージュ固まった先団の後ろ2番エブリワンブラック10番のギガキング開いて3番カイルはその後ろあとは名称技師宮城蔵王開いて後方にキャッスルトップサルサレイヤ向こう上面に出ていきます。先頭に立ったのは5番カジノフォンテン1馬身から1馬身半2馬身とリードを取っていきます。13番アナザートゥルース2番手1馬身半差内に4番ライトウォーリア外11番ダノンファラオ並んだ体勢5番手集団固まって14番エルリクラージュ内に1番のセイカメテオポリス前を見ながら9番ランリョウが続きます。2馬身差2番エブリワンブラック10番ギガキング開いて3番カイル12番宮城蔵王さらには7番燃焼技師さらに離れて後方8番サルサレイヤ6番キャッスルトップ最後方です。展開縦に広がってきました。残り600通過先頭逃げる5番のカジノフォンテン1馬身半2馬身のリードをキープ13番アルザートゥルースは手が動いて2番手前を追っていけるか3番手集団からは4番ライトウォーリア内を狙う1番セイカメテオポリス直線に向きました。ランリョウは外へ行った先頭逃げる5番カジノフォンテンカジノフォンテン先頭リードが3馬身に広がった2番手ライトウォーリア内から1番セイカメテオポリスさらには食い下がってアナザートゥルース200を切った粘るカジノ本店に迫ってきたのは1番のセイカメテオポリスセイカメテオポリス並んでくる3番手少し離れてライトウォーリアこれは足を伸ばしてきた抜けたセイカメテオポリス先頭ゴリ前走オグニキャップ記念に続いて重賞連勝1番セイカメテオポリス伸び足鮮やか粘るカジノフォンテンを捉えました1番セイカメテオポリスです。